皆さんこんにちは、あらわろの武田ひろみです。さあ今日もですね、キックヒート、お伝えしていきたいと思います。キックヒートは私のオリジナルのプログラムで、キックとかパンチを、用いたレッスンになります。基本的にはですね、音楽に合わせてキックやパンチを出してもらったりとかですね、有酸素運動も入れながら少し激しい動きも入れていくっていうプログラムになります。さあ今日はね、その中でコンビネーションで、いろんな動きをつないでいくところを、やっていくんですけれども、今日はパンチだけに特化した、コンビネーションを組んでみました。今までですね、基本のパンチ4つですね、ジャブ、クロス、フック、アッパーカット4つ、YouTube にアップロードしていますので、そちらをねご覧いただければと思いますが、それを組み合わせて今日は本当にシンプルに、ジャブ、クロス、フック、アッパーカット、これの4つの組み合わせだけになります。これが終わってもうちょっとしたら、リズムを取ってみたりとか、あとはキックも混ぜてみたりとかですね、いろいろ楽しんでいきたいと思いますが、今日はまずその4つのパンチのコンビネーション楽しんでやってみたいと思います。それでは動いていきます。どうぞ。さあそれでは今日のパンチのコンビネーションやってみたいと思います。さあまずは姿勢です。足は横に肩幅、縦に肩幅ですね。さあ拳の作り方です。親指側の4本の指くるっと巻いて親指で倒します。お膝はリラックス、肩はリラックス、脇は締めて拳を顎のところにセットしていきますね。さあゆっくりいきます。ジャブ、クロス、フック、アッパー、ジャブ、クロス、フック、アッパー、こんな感じになりますね。さあ相手をしっかりイメージして、相手の鼻とか顎、もしくは横の頬ですね、しっかりとイメージして、パンチするイメージでしっかり打っていきましょう。あともう一つは打ちっぱなしにならないように気をつけていきます。打ったらしっかり戻していきます。力が入るのは一瞬、しっかりと力を引いて戻してきます。入れた瞬間ギュッとパンチを打ったら、打ったら戻す、打ったら戻す、これ大事にしていきましょう。さあそれではですね、右のパンチのコンビネーション10セットやってみましょう。5、オッケー。さあ今度は反対いきますね。左も同じように、ジャブから4つの動きです。ジャブ、クロス、フック、アッパー。アッパーはしっかり巻き上げていきますね。巻き上げて打つ、こんな感じになります。さあ今度は横から見せていきたいと思います。いきますね、10セット、ゴー。お疲れ様でした。さあ、パンチのコンビネーションいかがでしょうか。とってもですね、シンプルに
ジャブ、クロス、フック、アッパーカットと出していったんですけれども、リズムがね、少し早いので、合わせづらいところもありますけれども、ジャブの動き、クロスの動き、一つ一つね、集中してやっていくと、腹斜筋、脇腹の筋肉がしっかり使えたりとか、あとは肩周りをしっかり使えたりとか、そうですね、うん。いろんなところの筋肉を意識してね、パンチだけでも使えます。で、中でもお伝えしましたけれども、パンチで、力が入るのっていうのは本当に一瞬でですね、引いてくるっていう動作が、キックヒートではとっても大事になってきます。これはパンチだけじゃなくて、キックも一緒で、蹴ったらすぐ戻してくる。そのことで、戻すことで使える筋肉もありますので、その辺もね、しっかり注目してもらえるといいかなと思います。あとはしっかり相手をイメージする。相手の鼻を狙う。相手の頬を狙う。相手の顎を狙う。それをイメージして打ってもらうことで、やっぱり瞬発的にしっかり力が入ったりとか、回旋できたりとか、いろんな効果があると思いますので、その辺もね、意識して動いてもらうといいかなと思います。ついついね、呼吸をふっと止めてしまいがちですけども、パンチ。打つときしっかり吐いて、呼吸もね、セットで行ってもらえると嬉しいなと思います。さあ今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。